今回の動画は、怪我してからの復帰までの、動画になっています。こういうリアルな動画は、少ないと思うので、中学生とか、高校生が怪我した時、どのようにしたら復帰まで早いのかとか、どんなことをやってるのかを見ていってほしいです。よろしくお願いします。日曜日に怪我して、今金曜日なんですけど、この動画は。テーピングを巻いて、これ本格的に動き出したって感じです。いや、木曜日に、1日前にその芝生で走ったりというか本当にジョグ程度やって、で、中でそのアジリティ系をやってますね。テーピングを巻いて。本当やったら、その今週2試合がある場合やったら、その、まあガチガチでやるんですけど、しっかり、1週間空いているので、こういうアジリティから入ってますね。ただやっぱり、無理、まあ、試合そがあの、るとやっぱ無理しちゃうんですけど、やっぱそれけはどさ、あまり良くなくえ、でて、も、こうやってやっていく方がいいと思いました。で、逆に自分もその、もっと痛みがなくなるまで待ったらいいと思ってたんですけど、そのトレーナーさん曰く、その動きながら、えらむくみそとか腫れが逆に取れるので、また関で、節とかの動きも良くなっそう、て、これきつそうですね。はい。でもやってる中で、その、やっぱり普段通りの動きではなくて、その左の、足だけそうこ斜のめテーピにング巻いこう。てる方あるんですけど、やっぱりそっちが踏みにくくなってたり、そのかばってしそう、まう、ジョフ。かもよのくであやるるんですけぞ。ど、はい。で、今は、その、オッケー。今はもう復帰よできーたと思ってるんですけど、そうですね、この時は本当に感覚的には気持ち悪くて、でもうもちょっこうといパンう、進げて。実際、バレーボそうールっしてたそら、のまん前ま後そとの。か左右の動きがある中で、本当にまずこういう動きから、やってますね。自分が高校とか大学の時にやってたかって言われるとそうじゃなくて、オそのトッケー。レーナーさんのメニューでこういう前後でよくやってたの、前後と左右斜めの動きをやってたので、まあ、ぜひそのみんなも怪我した時とか、やっぱりバレーボールいきなり復帰するとその、前後とかあるんで、曲げといしっかりこういうて、ので慣らしそてのからまま曲げたまま、やっていくオべきじゃないかなと思います。ッケー。再生しといていいですよ。今練習終わりで、しっかり、電気を当ててます。ハイボルテージ、まあ、少し腫れは、はい、これは午後練習前なんですけど、テーピングを巻いてもらってますね。ちょっと痛めたところと、その上のすね横の、ところがなんか、押されたらもう、チキーンみたいな痛み。よくわからない痛みだったんですけど、まあそれはバレーボールしてる時には支障はなかったんで、逆にその、動いてるとジャンプすると、そのアキレス腱あたりのとこが痛くて、でもトレーナーさん曰く、なんかそれは当たってるみたいな、その動きが悪くなって当たってるんで、まあそこは多少我慢しながらやっていかなければならないし、まあそこは全然我慢できるので、はい、やってますね。はい。で、この時も、はい、テーピングで、テーピングの種類とかあんまわかんないんですけど、はい、本当に、こうやってやってもらえる、自分でやるのがやっぱり、いいと思うんですけど、やっぱ、わかんないですし、まあ、いずれ、その、知っていくべきだと思うんですけど、やっぱでも、高校生とか大学生、中学生とかも、しっかりな、もう、知識のある人に巻いてもらう方が、もう、その、チームにとって、いないとかなれば、そう、なんだ、近くの、テーピング巻ける人にやってもらうとか、やってもらった方がいいと思いますね。はい。本当にありがたいですし、こういう環境は当たり前です。樋口さんって言って、いつも、マッサージとかしてもらってます。で、後ろ操作ですね。本当に練習前、仲間取るっす。本当に、樋口さんは、そう、捻挫しても、いや、マジやばくないですか、これ、って言ったら、いや、マジ大したことないよ。ガチな感じでやってくるんですよね、毎回。ちょっと腰痛くても、これやばいっすか。いや、大したことない、大したことない。はい。でも、大したことないらしいんで、まあいいんですけど、まあいつもこんな感じで言われてますね。はい。なんですか、そうですね。この前後の可動域は、
作ってる状態で今立って確認してって言われたんですけど、そしてその前後のそこは、テーピングで塞がないっていう巻き方をしてもらってますね。樋口さんありがとうございましたって言ってます。電車移動と新幹線移動が多かったので、まあ足も疲れてるのでしっかりゴルフボールで、ほぐしています。少し、まあ、動いていたので、痛いですが、まあ、徐々にやっていくことで良くなるとのことなので、頑張っていきたいです。足の毛のすね毛が全然違うと思うんですけど、テーピングやるときにすごく痛くて、なのでこっちは生えとるんですけど、普通にこっちも痛かったんでここまで剃りました。はい。で脱毛やっぱ先輩たちよく行くんで、自分も行こうかなって迷ってるんですけど、視聴者の皆さんはどう思いますか？コメントお願いします。このゴルフボールは全然市販でも売ってるんですけど、これは何だっけ、あれは大学のマッサージの、授業で最後にもらったんですよ。ほんま2個もらったんですけど、以降でこの手の、マッサージに必要なやつをやってたんですけど、もう1個しかなくて、今はもうこいつは足もこのコロコロになりましたね。みんなもこういうの持ってたら、できると思うんで、テレビ見ながらとかスポーツしてるとか関係なく、みんな多分足疲れてると思うから、こうやって緩めることでちょっとは楽になるし、マイナスなことはないと思うんで、みんなもぜひやってみてください。おやすみなさい。今日はチームがオフなんですけど、自分は研修とかがあったのでトレーニングとかはすることはできなかったんで、こういうゴムチューブもしっかり持ってきて、少しでもその前の元通りの足にするために、足に覚えさせるというか、その前の記憶を忘れないようにしっかりこう動きの確認をしています。これは怪我した後でも、そのしてなくても、その捻挫の予防だったりなるので、これはこういったゴムチューブで、まあ、何でもいいと思うんですけど、ゴムチューブで足首の強化をすることで捻挫を予防することができるとらしいです。はい。これは右足でロックしてあげて、こっからこの動き外に動かせる、まあ、若干こう伸びてる状況で恐怖心とかあるんですけど、それはやっていかないとダメ。次は外側で引っ張ってあげて、内に動かしていきます。地味なトレーニングはその大事ですね、本当に。
これはザムストのふくらはぎのチャカーツのサポーターで、コウスケさんが、貸してくれました。貸してくれた、もうくれましたね。コウスケさん、ありがとうございます。これはザムストでチームいつもお世話になってるザムストです。まあ、今日は立ちっぱなしとか、座りっぱなしで足が結構だるいので、まあ、寝るまでこれをつけて少しでも、むくみを取るようにしています。まあ試合中とかでもよくつけるんですけど、こういう普段から、まあ冷やさない目的もあるし、その筋肉の圧をかけて少しでも楽にさせてあげる目的もあるんで、これは、仕事してる人とかもつけて、ぜひつけてみてください。向き合ってるんかな、これ多分合ってる。はい、寝るまでつけます。おやすみなさい。もう終わりです。鉄板っすね、うん、ラジオ波温めて、おしまいです。おしまいの足です。これが温めてます。むくみ取りですよね。何が取れます。むくみ取ります。ラジオ、ここの内出血と、ここと、まあ腫れは少しで、ここは多分ジャンプする時とかに痛くて、はい、その痛みが取れるとだいぶでかいです。